イエーイ。はい、というわけで今日はね、富士のね X100V、 これ買ってから結構経ってるんですけど、まあね、なんで僕がこれを買ったのかとか、まあ、使ってみてどうかとか、まあソニーの、まあ僕メインで使ってるのは α7III ですけど、それと比べてどうなのかみたいなのをね、まあちょっとこうフィールドハンズオンみたいな感じで、飯食いに行く間道中にやろうかなと思います。ちょっと離れてください、僕とソーシャルディスタンスですよ、離れてください。いっぱい持ってるじゃないですか。持ってますね。ソニーのカメラいっぱい持ってる。これと、まあ、5台ぐらいあります、ね。うん、なのになぜ突然富士を買ったんですか。なぜ。なぜ突然我が家に現れた。それはね、可愛いし。可愛い。かっこいいし。かっこいい、間違いない。おしゃれだし。おしゃれ。あのね、もっとね写真をこういっぱい撮って構図の勉強をしたかったっていうのが、まあ、一番でかいかな。じゃあそれっぽいこう理由を言う。勉強熱心ですね。バカにしてるやろお前。僕らの日常別にそんな毎日がアドベンチャーとかではないので、そう、普通に至って平凡なねこう日々を撮ってるわけですよ、うんうん、でもそこでもこうシネマティックに見せるってカラーグレーディングも大事だと思うんだけど、やっぱ構図だと思うんだよね。動画の中でさ、どこをこう一時停止してそのキャプチャーしてね、あのインスタグラムに投稿しても、まあ、それなりに様になってるみたいな、やっぱそういうのってこう構図がすごい大事かなと思ったんで、その写真とね、まあ、その動画のそういうスキルアップのために、まあ、ちょっとね、いっぱい写真をたくさん撮って勉強したいっていうのが、うんうん、まあ、これを買った、まあ、一応俺の中では最大の理由。自分で言ってたもんね、ん、動画上手くなりたかったら写真撮れって。ああ、そう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 、言ってたね、初期の頃に。いや、でもそれは今でもそう思ってるよ、やっぱり、うんうんうん、でもそれはソニーじゃダメだったの？いや、ソニーでももちろんできると思うよ。ただ俺めんどくさがりなんで結構。やっぱこっちで撮るとこうね、こう一眼レフって感じじゃん。だからこう作品撮りをするなんかこうやっぱテンションというかモチベーションというか、まあ、そういうスイッチが入らないとね、なかなかこれ撮らないなっていうのはちょっとあって、特に家の中とかだと。確かに、うん、君だってそうでしょ。こうやってこうこれ両方向けられた時にさ、ちょっとこう気持ち変わるんじゃない。あ、ちょっと違うね。でしょ、うん、うん、こっちだとやっぱり本気モードつってこう、そう、かっこつけちゃうでしょ、こう。そう、わかる。君だとこれ使えるじゃん、実際使ってるし、うん、そう、私もこれ持って公園に散歩に行ったりとか。そう、なかったよね、そんな今までもね。こっちだとやっぱちょっとハードルが高いっていうか、うん、もう使いこなせないし、うん、こっちの方がなんかね、なんでかわかんないけど、でもすごいお手軽な感じがする。色じゃん、色か、うん、やっぱり、うん、そう、そうなんだよね、うん、そう、そのフィルムシミュレーションのおかげで、うん、が取っ手出しなのに私でもなんていうの、うまく撮れてるような気がしちゃう。まあそうだね、あのやっぱこうインスタ映えする写真ってさ、うん、あの色って結構まあ言うても大事じゃん、うん、そう、雰囲気出るんだよね。そう、すごい出るね。もうカラグレが苦手な人だったりだとか、まあ、僕はほら別にその苦手ってわけじゃないんだけど、やっぱでもそれでもこう撮って、その JPEG 撮って出しでもうその状態になってるっていう、このね手軽さはねやっぱ重要だよねと思って、うんうん、あのインスタでさ、サブアカウントやってんじゃん。だからその構図を練習するって言っても、なるべくそのやっぱ撮った写真っていうのはやっぱ人に見てもらって、なんだろう、やっぱこう上達していくっていうのが、まあ、俺の中にあるんで、自分でこう編集しなくてもそれっぽくなっているっていう、まあ、そこがフィルムシミュレーションのいいところかなっていう、うん、ふうにはすごい思った。で、あのやっぱね人気なのはね、クラシッククロームかクラシックネガかな、うんうん、俺も大体その2つで撮ってるし、まあね、クラシッククロームはどっちかっていうと、なんだろう、クラシックネガよりはそのフィルムシミュレーションのかかり具合がまあどっちかというと控えめな感じかなっていう、うんうん、
クラシックネガはなんだろう、すごいとなんだろう色が乗るんだけど、撮ってるものによってはすごいねちょっとどぎつく感じすぎる時もちょっとあるかなっていう。だここはね本当ね好き嫌いは人によって分かれるかなっていう気はする。クラシックネガを使って撮るときはその設定を変えてね、ちょっとこうなんだろう、まあそれでも控えめになるようにちょっとこう、うん、カメラの中の設定で調整してるって感じ。あ、そうなのね、うん、あとはねエテルナ、あ、はい、動画撮る人だったらやっぱエテルナが一番いいんじゃないかなってまあちょっとねやってて思った。撮って出しでも十分ねそのフィルムルックみたいな感じにはなるし、自分のそのなんだろうテイストを、うん、そこに入れ込むだけの、まあ、余白がちゃんとあるので、しっかりとカラーグレーディングとかも、まあ、富士使ってやりたいっていう人は、うん、メテルナでやるといいんじゃないかなっていう気はする。どうだろうね、フィルムシミュレーション、まあ、うん、好きだよ好きだよ、うん、嫌いじゃないよ全然嫌いじゃないんだけど、こればっかやって撮ってるとまあもちろんやっぱカラーグレーディングとかそっちのスキルはちょっと上達 しないじゃん。これで満足しちゃうから、そうだ、ねそうだね、ちょっと調整すれば終わりみたいな感じで、まあ、いい感じになりすぎちゃうので、もうそこもしっかり勉強したい人がこれを使っちゃうと本当その色にしかならなくて、自分の個性っていうよりはだから富士の個性が勝っちゃうみたいな気はするな、うんうんうん、これは、うん、じゃあビデオクリエイター的に結局どうですか、うんこれ。ビデオクリエイター的に、うん、動画機としては、いや、あ、まあね、ぶっちゃけ俺動画機としてはおすすめはしない。あれ60秒テストとかね、テスト動画も作ってあげたじゃないですか、うんうん、楽しいは楽しいんだけど、ただねやっぱ使いづらい、うん、使いづらい、うん、動画向けにこうなんだろう、こう設計されてないっていう感じがすごいするなっていう。これは例えばなんだけど、まあ、この辺のねこうボタンとかダイヤルとか、あとはその動画モードに切り替える時のなんかその手数の多さ、動画撮ったり写真撮ったりってこう切り替えながら使うっていうことは結構難しいなっていう気はする。そっかそっか、うん、ちょっとね撮ってて煩わしいなっていうところがこうちょこちょこあった。うん、あとねもう結構痛いのが音声が使えない。使えない、うん、ね撮っててこうなんだろう、動画にパソコンに取り込んでさ再生してみるとなんか変な音がするの、こうミーミーっつって、要はオートフォーカスの時のモーター音が、あーそう、全部ではマイクがさこの辺についてるわけじゃん、うんうんうん、この辺についてるから、ね、すぐ近くで鳴ってるの、この辺の音全部拾っちゃうっていう。例えば Vlog でこうやってね自撮りして、まあ、そもそもフリップスクリーンないから自分見えないから、これ自撮りするやついいのかって気はするんだけど、まあ、そういうスタイルでやる場合はまず使えないかなって気はするし、あとはその手ブレ補正がないよね、確かないはずなんで、まあ、こう頑張ってこうなんとか手ブレしないようにこうやって撮ってはいたんだけど、まあ、それでもね、うん、そこは結構ちょっときついなっていう気はしたから、まあだそういうやっぱ写真向きだよこれは、うんね、動画機ではない、ね、うん、動画機じゃないとはいえそのスペック的にはね結構やっぱ最新の機種だから、まず画質が綺麗だったすごい、うん、あとオートフォーカスこれもね意外と早くて、お、重要だよね、うん、重要重要、それはね良かったんで、だからもしその富士の色が好きで富士で動画撮りたいっていう人は、うん、まあこれじゃないけどこれの上のねXT4 っていうAPS-C だけど一応一眼ミラーレスの一眼の圧があるんで、うん、まあそっちで撮るのがまあベストなんじゃないかなっていう、うん、これはあくまでじゃあ写真向け、そう写真向けのサブカメラで、あとは君とね兼用で君のこう、お散歩カメラみたいなあと植物の成長日記つけたりとかそうこれでね撮ってるもんね、植物の観察の葉植物、そう葉っぱが出るまでを一日一日こうねそれまあっていう感じですかね。買って後悔してるってことは全然ないし、すごい楽しいカメラなんで、うん、そう楽しい、そう私も楽しいね、うん、だからまあそんな感じで使いたいっていう人にはぜひおすすめのカメラかなと、うん、あ言っときますけど、はい、これ別に富士山は何のスポンサードとかでも全然何でもないので僕の、そうそうそう、はい、僕がポケットマネーで買って正直な感想です、はい、そうですね。でもまあもし富士山見ててくれたら
あの XT4 あのちょっと気になってるんで試させてもらえれば全然レビューしますよ。はい、というわけでね、じゃあ今日は以上になります。はい、はい、じゃあ締めお願いします。いつも、はい、では今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ、はい、ピース。手が短い、手が短い。あ、いいっす。